チュース。ピースオブケーキの翔太です。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。毎週日曜日、チミドロのバトルの日でございます。お、来ましたね。チミドロのバトルを繰り広げて、仁義なき戦いが、はい、今週は、はい、こちらのゲームを用意しました。みんなでポンコツペイント。さっさんはポンコツポーン、翔太はとんこつポーン。誰がとんこつじゃこれ。やるか、やるか、やるか今日も対決するからな。おいいよ、ゲーム勝負しようや。あのね、ゲームを選ぶとき、うちらの場合どういうゲームの内容なんだろうって見る前に、これ何人からできる、あ、2人からできんねっていう。そっか、はい、2人基準で大体選んでるんで、どんなゲームかよく分かってないです。ホップ行ってあげてさ、うん、また説明書読んで、うん、説明してもいいんじゃないですか、佐々木さんが。大概ね、説明書読んでる時に、あ、こんなゲームなんだっていうのをね、把握しながらね、そこで把握することが多いんで。俺もそこで言われて初めて把握されるんで、うん、あのひどい時、オープニング撮りました、説明書読み始めました、うん、これ難しくね、違うのやるかって言って、よくあるです。先送りになったりとか、よくあるです、はい、撮り直しすることが多いんで、はい、今日は撮り直さずにここまで順調に来ております。あ、はい、ここまでってまたね、オープニングですから、はい、未公開にならないように頑張りましょう、はいはい、ということで、はい、今日はみんなでポンコツペイントをやっていきたいと思います。よっ、仁義なき戦い、そろそろ始まります、はい、最後までご覧ください。どうぞ。みんなでポンコツペイント、イエーイ。なんかね、2人からできるんですよこれ。あ、そうなんですか。12人まで。12人まで、うん、6倍。うん、ただしね、2人でできるゲームっていうのはね、4つゲームがあるんですけど、そのうちの1つなんですよ。で、2人でできるゲーム、これ協力戦です。あ、ポンコツデュエットっていう。じゃああれですね、今日は一時休戦ですね、はい、この戦いは、はい。まず準備として、お絵かきボードとボードマーカーを受け取ります。で、点数を記入するための点数ボード、中央に用意します。お題を決めます。お題っていうのがそれですね。これお題か、うん。で、そこから1枚ずつ選んで、通常だとサイコロを振ってお題が決められるんですけど、はい、サイコロは使いません、はい、選んだ6つのお題の中から1つ任意に選びます。で、それを各自のお題として、お題を決めたらカードはそれぞれ伏せておきます、はい、相手に見えないように、はい、自分のお絵描きボードに自分で決めたお題の絵を描きます。はい、お題の絵を描く際に、絵を描く時のルールに従わなければなりません、はい、このルールっていうのが、丸か直線のみ、曲線はダメ、丸か直線なので楕円もダメです。あー、そういうことね、うん、また描いた絵の画数を画数についてに従って計算します、はい、こういう風なのを描きました。こう、例えばね、こういう風なのを描いたとするじゃないですか、はい、そうすると丸で一画、直線なんで2、3、4、5、6、これ六角なんです。そしたら6ってここに書きます。ここにね、6って、あー、ここに書くんだ。ルールとして、2人の画数の合計が15以内になるようにしなければなりません、はい、まあ初めてやるんで、何画ぐらい必要かっていうのがわからないと思うんで、はい、一画ずつこう見えないように書いていくっていうのもね。あ、 OK です。手、うん、ですね。それが出来上がったら、お題を当てます、お互いが。はい、で、相手の描いた絵のお題を推理して、1回だけ口頭で答えを言います。結果によって得られる点数は異なります。はい、で、こちらの点数ボード、はい、こちらに記入をしていくんですが、2人とも正解した場合3ポイントゲットです。お、はい、片方だけ正解した場合には1ポイント、はい、2人とも不正解だった場合は0ポイント、はい、で、これを7回繰り返します。はいはい、はい、あ、だから21なのか。それなんで、ま、マックス21なんですけど、最終的な得点によって、はい、評価が4段階あります、はい、それは取った点数の時に発表いたします。わかりました、はい、そういうことですね、はい、いいでしょう、はい、やりますか。やってみますか、はい、じゃあシャッフルしました。はい、あ、まずあれですよ、参加の意思表明として署名ですか。署名をして、はい、こんな感じで、じゃあ点数はここに置いておいて、はい、
じゃあお題いきますか。はい、はい、難しいな。あ、オッケーです。オッケーです。え、おいら10画ぐらい使って大丈夫？じゃあ、10画お、7、7。うん、じゃあこれ無理だな、どうしよう。うわこれ難しいな。いけるかな。いきますか。はい、それでは、カキカキタイム。比較的わかりやすいと思うけどな、俺のやつ。ソさん、大丈夫です。俺は正解できる自信があります。あ、俺もできました。じゃあ僕から見せましょう。はい、こちらです。こちら。はい、じゃあオイラ。はい、こちらです。はい、あ、わかりましたよ、これ。野球。正解。いいっすか。うん。空気入れ。正解。うぇーい。イエーイ。さすが俺だ。じゃあ先切りですね。はい、7使っていい。いいっすよ。じゃあ7で。さっさんだったら分かってくれるでしょう。はい、お先にどうぞ。これでございます。簡単じゃん、それ。これです。それ分かりますよ。はい、マスク。正解。はい、なにこれ。なんだこれ。太陽なんだよ。あ、花火。一回しか答えれないです、うん、違います。答えを言っていいですか。うん、晴れです。もう下のがさ、もやしに見える。なんでやねん。じゃあ、僕、はい、第3ラウンド、8使っていいですか。ちょっと待って、うん、あ、俺ら7でいける、7でいける。じゃあ8で。うん、7でいける。おや、これ案外難しいぞ。 OK です。うん、じゃあ翔太からどうぞ。僕らこちらです。おいらのは、これでございます。あ、俺分かった、それ。またこれ難解なやつだな。答えていいですか。うん、けん玉っす。正解。はい、想像してごらん、この絵を。鏡。おやりよった。正解です。鏡でございます。けん玉でございます。よし、いいんじゃないですか、ペースは。4ラウンド目。6もらいますよ。 OK、 じゃあ9ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9です。じゃあ僕から。もうこれ以外ないもんな。はい、はい、俺任せてください、さっさ。俺当てますよ。クラッカー。あ、違うわ。ペットボトル。正解。人参。あ、人参。そっちか。そっちか。そっちか。うん。7ください。どうぞ。これはもうボーナスポイントっすよ。ボーナスステージです。 7っす。ってことはオイラが8使いの。はい、こちら。これ郵便ポスト。正解。難しく考えちゃダメです。難しくは考えてないんだけど、見たことがないものが書かれてるんで。で、そこで見たら、あーってなりますよ。逆立ち。おお、正解です。はい、逆立ちでございます。え、これで全部終わりです。得点何ポイントだったでしょうか。はい、僕らのポイントはこちら、13ポイントでございます。はい、13ポイントは結果として、はい、普通です。悪くはないです。はい、かも不可もなくってやつだね。はい、うん、ピスケだね。うん、むずい。考える頭も使いますし、うん、相手に伝えなきゃいけない。謎だよね。っていう、どうやって伝えようかなっていうこの頭も使うんで面白いですね。うん、なかなか。ピスケのサッサン&ショータンコンビは13ポイントでした。はい、13ポイントでござりました。普通。普通です、普通。まあ、またなんかこんなゲームやってたらなと。まあまだいっぱいあるんで、うん、秘めたゲームが、うん、それをどんどん出していきます。うん、今日はこんなゲームを紹介しました。はい、すごく面白かったです。ということで、はい、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。
いいねやコメントもらえたら嬉しいです。保存会の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、なおー。